さあ今日はですね、世帯語2018年物語文ですね、第5問目でございます。やってみたいと思います。で、実演はこの後するんですが、皆さんご覧になっていただきたいのは、正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は文の後半に存在しているんですよ。それを皆さん文末焦点、エンドフォーカスと呼んでいるんですが、具体的にはですね、皆さん B 動詞の右側、例えばこういうところですね、これが皆さん正解の根拠となるんですね。もしくは一般動詞の右側、この辺り。助動詞の右側。そして前置詞の右側。そして否定語から右側。この辺りが正解の根拠となってくれますので。ですから、何も考えずにやるよりかはですね、こういったところを意識しながらやっていただきますと、ケアレスミスは防げるんじゃないかという感じがしますので、この辺りですね、一緒に実演、この後よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第一段落行ってみたいと思います。アワミッションオブサイエンティフィックディスカバリーですね。科学的な発見の我々のミッション、任務というものは続いておりましてですね。で、サムシングエキサイティングというリポートということで、まあ、報告する上で、まあ、ワクワクするようなことがございます。We may have finally found a planet. 我々は最終的にですね、見つけたかもしれないんですね。それは capable of supporting life ということで、生命を支えることができる惑星を、それを見つけたかもしれません。で、the nearby planets。その近くにある惑星は、は either too hot、まあ、暑すぎるか、もしくは、too dry、まあ、乾燥しすぎていて、too support life、その生命を支えることはできませんよ。なんだけども、this planet seems to be different ということで、なんか違ったような感じがいたします。its surface is mostly a blue liquid ということで、その表面は大抵、青の液体ですかね。ただし今、though it is spotted with some green and brown parts ということで、緑、もしくは、そして、茶色ですかね、の、その部分。まあ、それが、まあ、点在しておりますと。そして、some kind of white substance、まあ、白い物質の、何らかの白い物質ですね。それは seems to be moving around the planet ということで、その惑星の周りは、まあ、回っているんですけども、ということでいいかと思います。さあ皆さん、問いの1番です。What was the purpose of the explorer's journey? ということで、さあ、目的なんでしょうということですが、選択肢の1番。To assist intelligent creatures。まあ、生き物の話はあるんですが、知的かと言われたときに、そこまでは確かに書いておりませんでした。ですから、1番はダメそうですね。そして、ね、選択肢の2番ですね。to invade a planet ということで、なんか惑星の侵略の話は全く書いておりません。で、選択3番。ちょっと置いていただいてですね。選択肢4番。to test the performance of their new spaceship ということで、新しいスペースシップ宇宙船の話はどこにもなかったですよね。となってくると選択肢3番、良さげです。to search for life outside their home planet ということで、まあ、ホームプラネットですから、まあ、我々地球のことでしょうかね。ホームとなっている惑星、地球の外にいる生命を探し求めると、いうことで、皆さん、良さげですよね。このあたりでしょうかね。ですから、地球の外にいる生命、それを支えることができる惑星ですかね。これですかね。それを見つけたかもしれませんよ、というお話、しっかり書かれておりますので、正解は3番ということですね。で、皆さん大切なのは、やっぱり根拠というところです。ですので、皆さん根拠をよく見ていただきますと、皆さん情報構造的にバッチリですよね。文末であるということ。そして、細かく言うと、前置詞の右側ですよね。これがポイントです。そして、正解となった選択肢の3番も確定できるところはやはり文末ですよね。で、なおかつ、前置詞4の右側になっていますね。ということで、次の問いの2番に行きますね。さあ皆さん、第2段落でございます。いきますね。Now we are orbiting the planet ということで、我々は今、その惑星の軌道上を回っておりますと。It seems that our assumption was correct. 我々の想定していたものは正しかったようですと。で、there are a few mechanical devices ということで、いくつか機械的な装置があるんですね。それはサークリングアラウンドイットということで、その周りを回っていると。
そして N The Designs デザインもかなり複雑ということですね。で、They were certainly made by some kind of intelligent beings ということで、それらは確かに、その知的な存在ですかね、のようなものによって、確かに確実に作られておりました。で、These machines これらのマシンは part of a monitoring system の一部でしょうか。で、Have they signaled 彼らはシグナルを送っているんでしょうか。Our approach に対して。で、There doesn't seem to be any threat ということで、全く脅威があるようには思いませんよ。So we have decided to ignore them. ですから我々は、無視することを決めました。で、それらを。そして、ね、get closer to the planet ということで、その惑星に近づこうと決めたんですね。で、I hope that their inventors are friendly ということで、その発明した人が、フレンドリーであるということも私は望みますということです。サビさん、問いの2番です。Fence Explorers は Observing the Planet from Space. They imagined 彼らは想像していました。それは Intelligent Creatures Onlyt、その知的な生き物ですね。が、なんとかかんとかということでいいかと思います。で、選択肢1番ですね。Be aggressive to all others ということで、皆さん、攻撃的な話は、特にはなさそうですね。脅威はなさそうだということでございます。そして選択肢2番、ちょっと待ってくださいね。で、選択肢3番。Have no interest in space ということで、宇宙に興味はありませんよ。という話はさすがにちょっとなさそうですね。で、選択肢4番。No longer live there ということで、もはや生きておりませんと。一つもこんなことは言ってませんということでいいかと思います。となってくると皆さん、選択肢2番が良さげですよね。ジェムさん、根拠はどのあたりですかと言われたら、アドバンストテクノロジーですね。で、進んだ技術のお話は、バッチリここに書いております。モニタリングシステムですね。監視するシステムと。その話が皆さん、アドバンストテクノロジーというところに皆さん、ちゃんとつながってきますね。ですから、やはり根拠をしっかり見てほしいんですけども、皆さん、文末ですよね。情報構造的にもバッチリ。そして、細かく言うと、皆さん、前置詞の右側が確定できる根拠になってますね。で、正解となった選択肢の2番も、一般動詞の右側。もちろん、文末と考えていただいていいですからね。ですから、情報構造バッチリということでいいかと思います。で、この後皆さん、とりあえず3番、4番行くんですけども、この物語文ですね、2018年のものを皆さんもし持っててですね、これからやりますよというのであれば、答え合わせする前にですね、ちゃんと根拠を確認すると。そして、もしそれを持っていなくてですね、当然今日、もしくは明日以降ですね、皆さん多分長文やると思いますけども、答えを出す、答えを、確認する前にですね、やっぱり、根拠をよく見ていただきたい。確定してほしいんですよね。ですから、その、根拠となったところがこういう文末であることが非常に多いという点。そしてもう少し細かく見てほしいのは、やっぱり前置詞の右側とか、一般動詞の右側とか、そういったところを皆さん意識してですね、根拠を考えてほしいなと思います。それが皆さんの力になりますからね。そのあたりを意識して頑張ってください。